はい、皆さんこんにちは、ワンダリングフィッシュです。プロ野球スピリッツ2015、続きをプレイしていきましょう。もう本当に終盤戦ですね。8月も後半というところになっています。今日からはヤクルトとの3連戦ですね。早速始めていきましょう。休憩を1回入れて疲労を完全回復させてからのヤクルト戦。お、今日はさくらちゃんが給料持ってきてくれました。やった。さて、小川と内海の投げ合いになりますね。小川ストレート150キロにカットボール、フォーク、ドロップカーブとサークルチェンジ、ツーシーム、スライダー、スプリットと球種が豊富な小川。今日のスタメンのオーダーはこんな感じですね。ヤクルトの方は山田がですね、ホームランめちゃくちゃ打ってるんですよね。最後に見たとき36本とかだったかな。いずれにしてもめちゃくちゃ打ってるんですよ、一番バッターなんですけど。今山田って正直今までそれほど注目をリアルプロ野球の方を含めてしたことがなかったんですけど、このプロスピ2015スタープレイヤーモードの高橋由伸でのプレイでは、ホームランランキング2位だか3位だかにいますね。エルドレッドか山田かどっちかが2位いるっていう感じです。さあ、そんなホームラン王争い、現在打率は1位、そして打率では5位にいる高橋由伸、ヒットでランナーを1塁に置いています。大事な3連戦の初戦、まずマウンドはもちろんワンアウトランナー1塁、小川に対します。これが1球目、まずはサークルチェンジから。このサークルチェンジは変化量があんまりなかった。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあバッテリーどう、2球目打ちました。これは畠山が取るね。2アウトランナー1塁でカーブかなーっていうようなボールだったと思うんですけど、まあえなく倒れてしまったというところ。そして先ほどお話した山田、1回の裏これからスワローズの攻撃が始まります。スワローズはご覧のようなオーダーとなっています。ジャイアンツマウンドに上がるのは先発の宇都宮。さあスワローズ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。10勝4敗、山田が打席に入ります。勝たせてもらってるかなって感じ。このところ当たりが出ています。これ山田、相手を0点に抑えてホームラン36本です、ね、ります。バレンティンよりも打ってて、多分ヤクルトで一番打ってます。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。これはセカンド亀井が落下点に入ってます。ジャイアンツが1点先制してますね。そして3回の表、ノーアウトランナー2塁1塁のチャンスで高橋由伸。さあスワローズ得点圏にランナーを背負った場面です。ここはきっちり抑えて次の回につなげていきたいですね。なるほど、そうですね。まずはカーブですね。112キロのカーブ、外角に外れて第2球は変わって、変わってインコースにサークルチェンジ。ここまで2球変化球です。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。このストレート144キロ、遅い変化球2球の後のこの内角のストレートはちょっと手が出なかった。小宮山さん、ゲッツーを狙うにはどういった配球になりますか。できればカットボールですね。これで3ボール1ストライクが有効でしょうね。なるほど、そういうピッチングができるかどうか。146キロのストレートにバッターの振り遅れ。今シーズンの得点圏打率は3割、最後はボールですね。これでフォアボール、ノーアウト満塁。お、ノーアウト満塁行かせなかったんだな。3回の表、高橋由伸がフォアボールで出てノーアウト満塁になったと思うんですが、無得点に終わりますね。その差1点のまま小川が耐えたという。そうですね、早いカウントから打ってくるタイプではないですから、ストライク先行でいいですね。なるほど、そうですか。まずは初球ストレートから入ってきました。第1打席はファーストフライ、第2打席はフォアボール、そしてこの第3打席、高めの球ストライクになります。体に近いところ、サークルチェンジが外れて、ここまで3球内角ですね。ここは厳しいところに決められないと危ないですね。なるほど、そうですか。うわー、もったいない。
甘いところにね、真ん中にカーブが来たんですが、ちょっと溜めすぎてしまったか。打ちました。ファールグラウンドへのフライです。これ最後はファールグラウンドはの時間サーでド田スリーアウトです。中へのファールフライです。ここまで3打席凡退の高橋由伸。試合の方は1対1の同点に追いつかれてますね。ヤクルトが同点に追いついて、3番バッター高橋由伸8回の表です。先ほどの打席はノーアウトランナー1ファールラ塁に倒れています。ピッチャー秋吉に変わってるので、ちょっと秋吉のデータ確認させてください。秋吉、ストレート150キロ、高速スライダーがどうやら得意のようですね。あとチェンジアップ、スローチェンジアップかな、これは。それにシンカー持ってるんだな。チェンジアップは2種類ですね。スローチェンジアップとチェンジアップ。まあ高速スライダーとこのスローチェンジアップ、そしてストレートも150キロ出るようなんで、まあ翻弄されそうと思ったらデッドボール。真中監督似てるよなこれ。打席には5番バッター阿部、スワローズ。さあ8回の表ノーアウトランナー2塁1塁になって4番阿部。勝ち越しを許してしまうという場面。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですね。132キロ得意の高速スライダー。今シーズン得点圏での打率は2割5分5厘となっています。4番としてはちょっと物足りないですが、まあしっかり捉えた。ファーストの右、これゲッツーかな。2塁アウト。ゲッツーですね。ただその後どうやら1点取ったようですね。勝ち越ししてます。2対1。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。三振です。最後は158キロのストレート。ヤクルトスワローズ痛い敗戦となってしまいました。西さん、エースで試合を落とすというのは通常の敗戦よりもダメージ大きいんじゃないですか。いやもちろんチームとしてはね、もう勝てると思ってますからね。今日はすごくいいピッチングしましたね。防御率4点台でしたけど、これでまあ3点台に戻ったかなという感じですかね。黒田が完封したみたいですね。黒田はやっぱどのボールも安定していいって感じですよね。ストレートまだ150キロ出るんだ。さあヤクルトとの第2戦は成瀬と澤村。成瀬からは前回ホームラン打ってやっといいイメージができてきてるんで、まあそのイメージのまま入っていきたいなと思いますけど。今日のスタメンのオーダーはご覧のとおり、4番キャッチャー阿部、ファーストは井端が入ってます。リアルプロ野球の方はちょっとね、開幕して1ヶ月過ぎて、1ヶ月半、もうすぐ2ヶ月ですか。過ぎて、まあ、アベの使い方がどんな感じになっていくのか今後注目ですけど、このプロ野球スピリッツ上だと、1塁とキャッチャー併用されてるような感じですね。で、アベが1塁入ってる時はどちらかというと小林がスタメンのマスクをかぶってることが多いです。高橋由伸、1回の表2アウトランナーなしです。打点は6打点にちょっと差が開いてますね、レトレットとの間に。マウンド上ナルセ、そしてキャッチャーはヤクルトは中村。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。最初は変化球できました。ストライクゾーンの中で動くボールですね。ボールになります。このサークル進出は外角に外れて1ボール1ストライクからの第3球。
胸元へ持ってきました。うわー、このストレートは本当に厳しいところに投げてきた。これは失投だ。よし、フェアだな。ただちょっとボールの勢いがありすぎてシングルヒットですね。フェンスダイレクト。バッターボックスには4番阿部。ちょっともったいなかったですね。強振してたらおそらく入ってたかなっていうような。ヒットでランナーを一塁に置いています。今日の先発ピッチャーは成瀬。ここまで8勝をマークしています。これは内へ外れます。最後まで甘くならないようにきっちり投げたいんですよ。1回ぐらいね。これが4球目。盗塁決めたいんですけどね。この球は外れています。さあ5球目は何か。インサイド落ちました。これはセンターに抜ける。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。スワローズピンチになりました。これで、ノーアウトランナー2塁1塁。ツーアウトランナー2塁1塁で長野。長野スワローズ連続安打でランナーを背負っています。連打を浴びてますんで、ここで打線に球威をつけさせないようにしてますね。まずは高めのストレート空振りしてますね。さあ先制のランナーを背負ったこの場面です。バッターの長野、今シーズンの得点圏打率は2割8分5厘となっています。さあ4球目は何か。打ちました。セカンド取った。これは1塁を送ります。1塁アウトで3アウトチェンジです。先制のチャンスが成瀬に分配が上がりました。そして脅威の1番バッター山田。各バッターはある程度先発ピッチャーの攻略。沢村の防御率も 4.11、 8勝8敗、まあこんなもんですよね。防御率4点台のピッチャーは。バッターは山田。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球打ち、これはどうか。これはいい当たり。そうだ、ヒットになった。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁到達。先制のランナー、いいバッティングしましたね山田は。ただきっちりと抑えたものの、1回の裏は山田にツーベースノーアウトから打たれて、先頭打者で打たれてますけど抑えたものの、バッターボックスは2回の裏に1点取られてますね。前の打席では失投をまんまと打たれましたから、そういうことのないように気をつけたいですね。そうですね、そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。まずはスライダーから入ってきた。この球は外れています。続けてスライダーですね。ボール先行です。1球目ボールに外れてます。成瀬さん第3球はいいボールでしたね。はい、これ入ってるか。このスライダーちょっと打てないですね。内角ギリギリにボール球からストライクゾーンに入ってくるようなスライダー。同じようなところに投げてきた、はい、次が5球目。3ボール1ストライクからの第5球ファウルになります。見逃せばボールっていうようなスライダーでした。際どいがアットファーボールです。いやーびっくりした。ストライクをコールされてもおかしくないような本当に際どいところでした。さあスワローズ、そしてまた長野ですね。チャンスで長野。こういった序盤の攻防は後々効いてきますからね。しっかり抑えたいですよ。そうですよね。まあそしてこのバッターは逆方向にも打球が伸びてくるので配球には注意が必要ですね。いい当たり、抜けた。これは抜ける。ただ帰ってはこれないかな。送球する。バレンティンもいい送球しました。レフト前ヒット。これで6試合連続安打。これでワンアウト満塁。ここはそしてアンダーソンです。さあこの場面でバッターボックスには6番のアンダーソンが入っている。変化球打った。ファースト正面、本塁フォースアウト。わあ、ホームゲッツーだな。アウト、ダブルプレーです。3アウト。畠山、逆転のチャンスがあったジャイアンツですが、そのチャンスを生かせませんでした。1対0、スワローズが1点。投手戦ですね。前の試合。バッターの高橋、ここ5試合で打率は5割を超えていますが、西さん、打撃好調と言っていいですよね。試合前に話したんですけど、本人は今ボールがよく見えてると言ってましたね。成瀬も投手戦を演出してますね。なるほど、そうですか。インコース決めてきた。ストライクゾーンでこうまで動かされるとちょっと打てないな。際どいコース外れました。ストレートは1球外してきましたけど、ワンボール2ストライクと追い込まれてます。これホックルですね。
フォックルを2球続けてきたか。さあ6球目は何か。アウトコース打ちました。わあ、川端が抑えて3アウトチェンジです。本当にフォックルは無回転で来ますね。試合が動かないのか。いや動きそう。2アウトランナー3塁1塁。バッターボックス高橋。スワローズフォアボールをきっかけにピンチ。畠山の打率得点圏4割超えて異常だな。まずはサークルチェンジ。初球サークルチェンジから入ってくるケースとスライダーから入ってくる、まあ、いずれにしても逆転ランナーの進塁は警戒したいですね。そうですね。バッターボックス変化球が多いですね。成瀬はやっぱりどうだこれは入るか。よっしゃースリーラン。吉野部の一振り。今シーズン第46号の逆転スリーランホームラン。スワローズこの終盤痛恨の逆転アーチを許しました。これが怖いんですよ。スライダーだと思います。高騰してても一発で台無しになってしまいますから。そうですね。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。この回2点ビハインドに変わります。いやちょっと弾道低かったんでどうかなと思いましたけど、距離十分伸びてくれました。逆転のスリーランホームラン。そして8回の裏ヤクルトの攻撃、ワンアウトランナー二塁一塁のピンチですね。川端が入ります。ここは高打順ですから勝負どころですよ。さあ得点圏には同点のランナーを置いています。まあここは低めのボール球打っていった。ここいいところに上がった。吉野が落下点に入ってます。中継にボールが送られる。2アウトランナー3塁1塁となりました。これでランナーが3塁に入っています。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。まあ、バンスロスから2球打ち上げた。これは落ちるか。いや大丈夫だな。坂本が落下点。3アウト。追いつくことはできませんでした。スワローズ2者残塁です。ため息に包まれた神宮球場。そして最後のバッターにできるか。9回の裏ヤクルト最後のバッターになるか。山田です。マジと打率は2割6分9厘だけどホームランが36本なんだな。山田は3球目打ちました。これはライン際入った。フェアだ。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。アウトだ。バッターランナーは3塁まで進みました。これが今日4本目のヒット。2アウトランナー3塁。ここは待ち構えていたかのようにうまく打ち返していきました。変化球だったんですけどもね、うまく打ってますよね。これはタイミング的にはアウトですけどね。送球がちょっとそれ。そしてバッターボックスには上田が入ります。さあ同点のチャンスです。2アウトランナー3塁どうか。マスさん踏ん張れるか。ストレート打っていった。これは長野が落下点に入ってこれでゲームセット。試合終了です。一打同点のチャンスでしたが追いつくことはできませんでした。ヒットの数はヤクルトの方が多かったんですけど、高橋の勝利値千金の逆転決勝スリーラン。そうですね、まあ、元気がないですよね。もうちょっとね頑張ってほしいなと思います。そうですね。リアルプロ野球の方ではちょっとねスタートダッシュに失敗してて手こずってるようですけど、マジックは14まで減らしてます。ジャイアンツヤクルト3連戦の最終戦は杉浦と大竹。杉浦ストレート145キロ、スプリット、スライダー、カーブ。
落ちるスライダーを持ち球にしてます。杉浦、決め球が落ちる系だったので、まあ、スプリットか縦のスライダーか、まあ、追い込まれたらこの辺りのボールも頭に入れていきたいなと思うんですが、それまでは、まあ、145キロのストレート、待った方がいいのかな。140キロ、まあ、やっぱり中盤から後半ぐらいのボール、スピードボールになってちょっとね、待ってないと振り遅れてしまうんで、ちょっとまず出方を見てみたいと思います。バッターボックス高橋、現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。2アウトランナーありません。まずはスライダーです。今日の先発ピッチャーは杉浦、ここまで8勝をマークしています。140キロのストレートは内角に外れています。バッターの高橋、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあ、そうですね、状況にもよりますが、基本的にはボールを見極めるタイプで、ボールを強く叩こうとする意識が強いバッターですね。あ、なるほど。打ちました。よし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 、破りました。センター前失投ですね。2アウトランナー1塁、まあ、失投を確実にヒットにしていく。4番バッター阿部、ヒットでランナーを一塁に置いています。ちょっと不審ですね。最近5試合2割2分2厘、ホームラン1本立て3。まずはこの不審からどうやって抜け出すかということが課題です。初球大きく外れています。ストライクになります。次は甘くなると持っていかれますから、低めが無難でしょうね。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。2ストライクと追い込まれて、インコース外れてボール。阿部にストレート139キロ外れてます。2円2からまたファウル。これはファウルですね。これでフルカウント。もうここは逃げずに勝負球で行った方が。打ちました。いい当たりだ。これは入るか、入るか。伸びていく。どうだどうだ。スワローズピンチになりました。2アウトランナー3塁1塁。さあ、大きな当たりでしたけど、長野が入っています。彼はこういった場面では警戒すべきバッターですね。引っ張った。さあ、どうだ。バレンティンの正面ちょっと下がってキャッチしてます。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。まあ、高めのボールでしたけど、まあ、飛んだところが良かった感じですね。バレンティンがちょっと下がり気味にキャッチしてスリーアウトチェンジ。1回の裏、スワローズの攻撃です。そして山田です。スワローズはご覧のようなオーダーとなっています。大竹は防御率 4.80 か。これで8勝してるっていうから、結構勝たしてもらってるな大竹に。山田が打席に入ります。昨日は4安打を記録しています。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に初球打ち。この当たりはどうか。ワンバウンドヒットになりました。1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで先頭打者出して、3点取られて1点返して1点取られてという点の取り合いの様相を呈してきた3回の表。高橋由伸は、さあ、スワローズノーアウトランナー二塁で第2打席です。試合を優位に進めていくためにも無失点で切り抜けたいですね。まずは141キロですね。まあ、そしてこういう展開で乗せたくないバッターが相手なんで、ここでしっかり抑えておくのが大事ですね。大きく外れました。スプリットが外れて2ボール1ストライク。バッターの高橋、今シーズンの得点圏打率は3割3分8厘。ボール球でしたね。136キロのストレート、ここも期待で。うわ、空振り三振。ここは投げ勝ちました。ストレートですね。まず1つアウトを取りました。低めにとにかく丁寧に投げ込んでいきました。いいボールがいきましたね。これは大竹打ち込まれたな。バッターは3番高橋。序盤にして10点差。まずは先頭バッターを打ち取っています。
多少球杉浦も決して楽なピッチングはしてないですね。もう5回の表で81球投げてますから、大きいのも打ってきますから、もう打席に立ってほしくないバッターですね。あ、そうですか。簡単に追い込まれてしまった。一二塁間、これは抜けるね。抜けていきます。これで2試合連続のマルチヒット、ワンアウトランナー1塁となりました。2本目。小宮山さん、現在のピッチャー、ジャイアンツも追い上げてきてますね。打順は3番高橋。10点差あったのが6点差まで迫って、なおノーアウトランナー3塁1塁でいいと思いますね。なるほど、そうですね。2球目は何で来るか。惜しいですね。ここでもう 2,3 点取っておくと分からなくなってきますゲームが。この球は外れました。そして3ボールになった。これもボールですね。フォアボール。3点差まで迫ってきてますね。さあスワローズ、得点圏にランナーを背負った場面です。こういったところから足元を救われないようにしっかりだ。セカンド取った。一塁へ、一塁アウト。カーブかな。ランナー三塁とかあります。1点でも取れないか。逆にヤクルトに1点取られた。この1点は重い1点ですね。ヒットの数ではヤクルト14、ジャイアンツ15。高橋、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ジャイアンツダブルプレーで最後のバッターになってしまうのか。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。うわー、ゲームセット。最後に試合を制したのは東京ヤクルトスワローズです。連敗を4で止めています。小宮山さん、今日はピッチャーは打線に助けてもらった。いや、序盤からヤクルトが大量得点でリードして、6回に逆にジャイアンツがビッグイニングを作ってっていう、本当に乱打戦でしたけど、まあ、そのあたりは持ちつ持たれつなんでしょうね。勝ったヤクルトスワローズ、大きな。はい、というわけで今回はヤクルトとの3連戦をお届けしました。まあドラゴンズとヤクルトね、クライマックス圏内の3位を巡って戦ってますけども、そのヤクルトと、まあ、3連戦を戦ったという、今回お届けさせていただきました。次回はですね、 どこと対戦するの。あ、次回はドラゴンズの3連戦ですね。その後またヤクルトと2連戦という形で、お届けをさせていただきたいと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。次回も応援よろしくお願いします。